ぞムーミン谷へ。ここはムーミンやその仲間たちが住んでいるムーミン屋敷です。皆さん知っていますか？ムーミンたちは古くから続く習わしで冬の間冬眠するのです。松の葉っぱをお腹いっぱいに食べて春が訪れる日をぐっすりと眠って待っています。ところがこの冬はちょっと変わったことが起こったみたいですよ。誰かさんが一人だけ目を覚ましたみたいです。さてそれは誰かな。ムーミン、よく眠って元気をなくさないこと。暖かい春になったらその最初の日に僕はまたやってくるよ。一人で先に小川のダム作りを始めないでね。スナフキンに。スナフキン、もう嫌だ。スナフキンに会いに南へ行こう。オーロラを見たのは僕だけだ。きっ
だまだ不思議なことがたくさん起こるんだろうな。春になったらママに全部教えてあげないと。寒くなってきた。ミイ、中に入ろう。トゥーティッキー、あれは本当にオーロラだったのかな。物事って全てとても曖昧なの。でもだからこそ安心していられるの。僕、なんだか冬が好きになったよ。ムーミン谷の冬はもう少し続きます。ムーミンたちが見たのは本当にオーロラだったのでしょうか。それとも幻だったのでしょうか。どちらでもいいのかもしれません。ムーミン谷では不思議なことがこれからも起こります。その時は皆さんもまたムーミンたちに会いに来てくださいね。